どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、冒頭の方で見ていただいた動画、こちらのですね、撮り方、編集の仕方っていうのをですね、チュートリアルとして、お伝えしていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、というわけでですね、こちらのですね、動画の、撮り方なんですけども、一応ですね、ソフトが、編集ソフトが必要になります。で、今回私がですね、編集に使ったソフトっていうのがですね、Final Cut Pro というですね、Mac、Apple 社のですね、ソフトになってまして、Mac のですね、専用のソフトになっています。はい。こちらをですね、使っている方、クロマキー合成というですね、緑のグリーンバックを使って、合成する方法なんですけども、これがですね、編集が可能という形になっています。で、他にもですね、プレミアプロだったり、あとはですね、フィモーラ9だったりですね、その辺でもですね、同じように合成っていうのがですね、簡単にできますので、この辺のですね、ソフトを使っている方もですね、同じようなですね、やり方になりますので、よかったら参考にしてみてください。はい、一応ですね、私はiMovie とかですね、Mac 使っている方いらっしゃると思うんですけども、無料のソフトでですね、iMovie とかあるんですけども、一応ですね、それでもですね、クロマキー合成できるんですよ、グリーンバックを使ってですね。ただですね、画像を細かくはめ込むとかですね、そういうのがちょっと苦手みたいで、細かい作業っていうのがですね、できないんですよ。なので、2枚重ねたですね、クロマキー合成、合成のですね、動画っていうのはできるんですけども、それをですね、一部にですね、移動して、例えば画面の中にですね、入れるとか、そういう細かい作業ができなかったのって、できればですね、Final Cut Pro 10とかですね、プレミアプロとか、フィモーラ9を使っている方は、こちらのですね、クロマキー合成を使ってみてはいかがいかがでしょうか。はい、というわけでですね、こちらのですね、クロマキー合成、作り方、ご紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、まずは、動画をですね、撮影することから始まります。はい、で、動画をですね、撮影する時の準備するものなんですけども、こちらがですね、グリーンバックと呼ばれるですね、こういう、緑のですね、布、もしくは紙という形になります。はい、このですね、なんで緑を使うのかというとですね、人の肌色とですね、真逆の方にある色っていうのがですね、青だったり緑だったりするので、こういったですね、緑とか青のものを使うとですね、すごく人物をですね、切り抜けやすいっていうのがあるので、こういったですね、グリーンバックとかですね、ブルーバックっていうのを使ったりします。基本的にはグリーンバックを使います。はい、こちらですね、だいたい Amazon とかで2000円とか、あとはもうちょっとですね、ハンドメイドショップとか行くとですね、もっと安くで手に入るかもしれないんですけども、その辺はですね、いろんなサイトを見たりとかですね、いろんなショップを見て、購入をされてください。で、なるべくですね、グリーンバッグを選ぶときはですね、大きめの布がですね、使い勝手がいいので、そういったですね、布を見つけるようにしてください。私が使っているのは、3メートルと4メートル、縦4メートルの横3メートルだったかな、のですね、大きな、グリーン、緑のですね、布になってますので、そういったものをですね、用意する必要があります。あとはですね、それをかける、枠ですね。私は一応その専用のスタンドを使っているので、前の動画でもですね、ご紹介してるんですけれども、そちらがですね、全部セットで、だいたい6000円ぐらいだったので、そういったですね、ものを お買い求めいただいてもいいですし、自分でですね、テープで壁に貼ったりとかですね、そういったことでも対応可能なので、その辺はですね、いろいろやってみてください。はい。というわけでですね、動画をですね、撮ることなんですけども、あと必要なのがカメラですよね。はい。カメラで、撮って、グリーンバックですね。で、素材をですね、撮るんですけども、はい。どういった素材を撮るのかというとですね、はい。こちらのですね、動画のように、こういった形でですね、布をですね、手前と、置くとですね、私はしています。で、これですね、手前だけのグリーンバックでも全然構わないんですよ。で、私はですね、一応背景もですね、合成したかったので、こういった形にしてます。背景のですね、合成しなくてもですね、この前だけのですね、グリーンバックでも全然同じような形が取れますので、それでもですね、全然構わないと思います。はい、
はい、という形でですね、こういった形で、撮影します。もう一個ですね、違う動画をですね撮りますので、それとですね、リンクするようにですね、頭の中で、そのですね、あのストーリーを、自分の中でですね考えて、そのストーリーに沿ってやっていくことがですね、すごく大事になっていきます。そうするとですね、もう一個撮った動画とのですね、リンクっていうのがですねすごくしやすいので、そういったこともですね考えながら、やるといいと思います。で、一応ですね、一発OK っていうなかなか難しいと思うんですよ。なので、何回もですね、何パターンも作ることで、後でですね、その動画をですね、もう一個の動画とはめた時にですね、リンクしやすいっていうのがありますので、こういったですね、動画を考えながら、撮るっていうのはすごく大事になります。で、すごく何パターンも撮るのがですね。で、もう一つがですね、はい、こういったですね、動画を撮っていくんですけども、はい、これはですね、画面に、さっき撮ったものが映ってる体で、自分もですね演技することで、すごくですね、この、画面の中とですね、外側、もう一回撮った、動画、2つの動画のですねリンクっていうのがすごくしやすいので、この辺はですねすごくおすすめな方法になってます。で、先ほども言った通り、最初に撮った動画とのですね、つながりを考えながら、頭の中でですねストーリーを、なぞりながら演技していくっていうのがですね、すごく大事なことになっています。で、今撮った素材をですね、この動画の中に入れていくんですけども、はい、素材の撮り方は今の形になります。はい、それでですね、この撮った素材っていうのをですね、どういう風にですね編集していくかっていうのをですね、今からお話ししていきたいと思います。ファイナルカットプロ10でですね、お話をしていくんですけども、新規プロジェクトっていうのをですね、作成して、はい、今これ作ってるので、このですね、解説という形で今作っています。はい、で、この中に、動画をですね、入れていくんですけども、はい、撮った動画っていうのがですね、この辺に今、いろいろ並んでまして、この素材をですね、一つずつこれ入れていきますね。はい、この2つをですね、使って動画を作っていきます。で、まずですね、動画の並べ順なんですけども、下にあるものがですねメインになります。で、上にそれを重ねていくことになりますので、この動画をですね、こういった形で、はい、メインの動画の上に、こういったですね、合成する、動画っていうのをですね、重ねていくことになります。はい、で、この中からですね、一応必要な部分だけっていうのをですね、抽出していくので、はい、この辺をですね、カットしていきますね。いらない部分をですね、動画。カットの仕方がですね、コマンド B でですね、カットできますので、あとはもうこちら、いらない部分を消していくだけですね。はい。このいらない部分を消していきます。で、これをですね、人物とですね、このカメラの箱っていうのをですね、抜き取る作業っていうのをしなきゃいけないんですよ。で、これがですね、このキーイングというですね、ところにあるキーヤーというですね、ものを選んで、これをですね、この画像のところに持ってきます。はい、そうするとですね、もうこれで抜けるんですよ、カラーが。で、もうこれがですね、合成できている状態なんですよね。はい、こういった形で。で、このままだとですね、ちょっと使えないので、これをですね、まずクロップで必要な部分だけ抜いていきます。はい。はい、こうするとですね、簡単に合成することができます。で、綺麗にですね、色が、抜けきれなかった時があると思うんですよね、多分。そういう時はですね、このサンプルカラーっていうのをクリックして、はい、この動画を選びます。サンプルカラーですね。そうするとですね、こういうふうにですね、選択できるようになるんですよ。はい、
で、これで、あの、サンプル、例えばですね、あの、グリーンバックが、ヨレヨレになってて、暗い部分と明るい部分っていうのがですね、あるとですね、あの、どの部分を抜いていいかがですね、まあ、ちょっとこのソフトがですね、判断できないので、この部分をですね、抜いてくださいというふうにですね、こうやって、選んであげるとですね、影と明るい部分のですね、まあ、コントラストがあるところも、綺麗にですね抜いてくれることができます。で、あとはですね、これを例えば変形を使ってですね、まあ、ちっちゃくしていって、このですねパソコンの上に持ってきます。はい。で、あとはですね、これ大きさ決めたらですね、はい、この時点でこういった形で、でちょっとですね、まあ、大きさ合ってないので、この辺もですね微調整しながら、はい、で頭の部分がちょっと出てますので微調整して、頭の部分がちょっと出てますので、この部分をですね、まあ、再度クロップで、こういった形で枠に合わせて、削っていきます。はい。で、ちょっとって、もうちょっとですね。はい、で、このですね、左下にある歪みっていうところを使うとですね、まあ、こういった形で、あの画面の枠に合わせて角度をですね、まあ、あのリアルにすることができるんですよ。はい。これで綺麗にですね、まあ、枠に角度を合わせることで、まあ、ちょっとですね、あの画面が斜めになってますので、それにですね合わせることですごくリアルにすることができます。はい。これでですね、まあ、簡単にこういった形で、はい、作ることができます。はい。あとはですね、まあ、これに写真を、例えばまあこういう写真でもいいんですけどね、写真をこの間に入れて、はい、でこの写真もですね、同じように、変形でちっちゃくしていきます。はい。画面の大きさに合わせていきますね。はい。画面の大きさに合わせて、はい。あとはですね、これ変形、同じようにですね、歪みっていうのを使って枠に合わせていきます。これですね、まあ、すごく自然な感じで、作成することができますので、まあ、こういったですね、合成がですね、まあ、簡単に作ることができます。この辺もですね、ちょっともうちょっと、こうかな？うん。はい。はい。ではこういった形でですね、まあ、簡単に作成することができるんですよ。はい。で、実はこれ色味っていうのがちょっとあの私 HLG で撮っているので、まあ、こういったものにですね、カラーの HLD ツールっていうのをですね、まあ、入れてあげると色がですね、まあ、綺麗に落ち着くので、これでですね、まあ一通りの動画がこういった形で、作ることができます。はい。あとはですね、まあ色味をですね、まあいろいろ、あとは動画に合わせて、この辺の長さっていうのを調節してあげると、ね。こんな形で、まあ微妙にですね、調節してあげると、こういった形で、リンクした形になりますので、すごくですね、まあ、あの物語としてすごくですね、わかりやすいと思います。というのがですね、まあ、簡単なですね、あの合成の仕方になっています。で、これにですね、まあ、もうちょっと雰囲気をですね、足したいときなんですけども、
一応ですね、私はこのアジャストレイヤーというですね、まあ、上から重ねて、色をですね、追加できるものがあるんですけども、これですね、まあ、無料で、ダウンロードすることができます。ファイナルカットプロ用ですね。プレミアプロとかはもともとついてるので、こういうのはですね、別でダウンロードしなくても使えることができます。で、フィモーラ9の方はちょっとわかんないんですけども、まあ、一つずつですね、この動画とこの動画にそれぞれですね、まあ、色味を足すことで、同じような効果ができますので、まあ、その辺でもですねおすすめになっています。で、Final Cut Pro 10ではですねこのアジャストレイヤーにですねこのカスタムラットっていうのを追加します。はい。で、この、カスタムラット追加するとですね、まあ、ここのラットのところからですね、まあ、ラットを選ぶことができるんですよ。で、例えばこのですね、まあ、いろいろ私がダウンロードしてる、ラットがあるんですけども、この一番下のですね ZK39 っていうですね、これがですね、まあ、この色味っていうのになるんですけど、この辺のですね、まあ、ミックスっていうのをですね、まあ、こう動かすと色味っていうのをですね細かく調節できるので、この辺でですね、まあ、ちょっとノスタルジックな、ちょっと古い動画のようなですね感じにすることもできますし、あとはですね、まあ、この辺のラットの中に、この辺のですねエフェクトの中に、まあ、セピアとかですね、いろんなコミックとかですね、いろんなものがありますので、例えばこういったですねスーパー8ミリとか画質の悪いテレビとかですね、まあ、フィルムの方がいいかな、古いフィルムの方をですね、まあ、入れてあげると、まあ、同じような感じですね。で、これ入れてあげるとこういったですね、まあ、ちょっと昔のアメリカのですね、まあ、動画みたいな感じになっていると思います。ということですね。はい。なので、まあ、今回はですね、まあ、Final Cut Pro 10のですね、こういった編集の方法っていうのをですね、まあ、ご紹介しました。はい。これはですね、まあ、本当 Filmora 9とか Premiere Pro とかでのですね、まあ、基本的な使い方って一緒なんです。まあ、編集の仕方とか撮り方ですね。そういうのは一緒なので、こういったところをですね、まあ、参考にしていただけたらと思います。で、なんで今回ですね、まあ、こういう動画を撮ろうかと思ったところですね、まあ、私、外国のですね、まあ、動画のですね、作成チュートリアルみたいなよく見るんですよ。で、英語とか全然できないんですけども、そういったですね、まあ、英語の中で話す中でですね、まあ、見ながら、そういうことなんだろうなっていうですね、そういったですね動画の撮り方を見ながら、まあ、本能的にですね理解をしながら、自分の中に取り込んでるんですよ。なので、こういったものをですね、まあ、日本語で分かりやすくですね、まあ、他の、知りたい方にもですお伝えできるようにですね、まあ、こういった動画を撮ってみようかなというふうに思いました。まあ、動画のですね技術を上げるためにはですね、まあ、いろんな動画を撮ってですね、まあ、それをですね、いろんな編集していくっていうのがですね、すごくスキルアップになります。で、私もですね、まあ動画を始めてもほとんど2、3ヶ月ぐらいなんですよ。で、それで、こういったですね、まあ、いろんな動画をですね、試して撮って、それをですね、編集してっていうのをですね、繰り返すと、すごくですね、レベルアップにつながりますので、こういったことがですね、すごくおすすめになっています。はい。一応ですね、まあ、カメラを持っている方はですね、まあ、写真だけじゃなくてですね、動画を撮るのもですね、すごく面白いので、ぜひやってみてもらえたらと思います。はい。というわけで、まあ、今回はですねクロマキー合成を使ったですね、まあ、動画の撮り方、そしてその編集の仕方っていうのをですねご紹介していきました。参考になったでしょうか。この動画がですね良かったよっていう方はいいねボタンやですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。このチャンネルではですね写真や動画に関する様々なことをですねご紹介していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。